はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、外壁交代距離の制限について解説します。これは都市計画法と建築基準法、まあ、2つの、法律に関連する内容なんですね。この右側についてが都市計画法の内容で、この1メーター、1.5 メーターという数字が建築基準法で定められています。まあ、ただ、まあ、こうやって分けて別に考える必要はなくて、まあ、一緒にまとめて頭に入れていただくのがいいと思います。内容的には難しくありませんので、この図、今からの解説を聞きながらイメージしていただければと思います。まずちょっと漢字見ていただきたいんですが、外壁を、まあ、一定の距離だけ交代させてくださいね、というような制限なんですよ。つまりどういうことかというと、自分の土地があって、隣に、林地がありました。隣の人の家の敷地ですね、ありました。ここの境界線から一定の距離だけ交代させてくださいね、と。交代させた部分から建物建てていいですよっていう話なんですよ。この内容って。で、具体的には、敷地の境界線から、林地との境界線から1メーターもしくは 1.5 メーター離してくださいね、というふうなルールなんですね。右側、何も書いてないんですけども、右側にも、人の家、他人の土地があったのであれば、ここの境界線から1メーターもしくは 1.5 メーター離してくださいね、と。まあ、いうような話です。だから建物を建てることができる範囲が狭くなってくるっていう話なんですね。だから制限があるよっていう内容なんです。で、外壁って書いてあるんですけども、外壁および柱ですね。外壁がなくて柱だけ立ってる場合もあるじゃないですか。ちょっと縁側になってたりとかしてる場合ですね。まあそういった柱とかも含めます。柱とか外壁とかを他人の敷地から1メーターもしくは 1.5 メーター離してくださいよっていう内容ですね。で、ポイントとなる部分は4つです。この1、2、3と、ここ、4つですね。この4つがポイントです。まず1つ目、この外壁交代距離の制限っていうのは、どの用途地域で指定することができるか、定めることができるかというと、これは、低層住居専用地域と田園住居地域です。低層住居専用地域っていうと、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域ですね。および、田園住居地域。この3つでしか、これ定めることができないんですね。他の部分では定めることはできません。これなぜかというと、この2つの地域っていうのは、主にもう住宅街なんですよね。住宅街。しかも、1階建てとか2階建てとかの住宅街なんですよ。そういったところの住環境を保護するために、外壁交代距離の制限が設けられております。で、これっていうのは、必ず定めなければいけないのか。つまり、低層住居専用地域だとか、田園住居地域、必ず定めなければいけないのかっていうと、そうじゃないんですね。必要に応じて定めましょうと。つまり、定めていない場所もあるってことですね。田園住居地域の中に、この外壁交代距離の制限が定められていない場所もあります。低層住居専用地域でも、外壁交代距離の制限、定められていない場所もありますよ。ってことなんですね。必要に応じて定めますよ。で、これは何で定めるかっていうと、都市計画で定めます。都市計画。つまりこれは条例とかね、都道府県とか市町村が定める条例とか、あと、知事とか市町村長とかが定める規則とかで定めるんじゃなくて、これは都市計画で定めるんだよってことですね。まあこれ引っ掛け問題でここの部分出てきたことはおそらくないと思うんですけれども、まあ出てくる可能性がありますので、頭に入れておくといいと思います。つまり、条例とか規則じゃないんだと、都市計画で定めるんだってことですね。これも一つポイントになってきます。で、じゃあ具体的にどれぐらいの距離離さなきゃいけないのか。これも必要に応じて1メーターもしくは 1.5 メーターです。これも都市計画で決めるんですね。できるだけ離した方がいいなっていう場所については 1.5 メーターを指定するし、まあ、ちょっとだけ離せばいいなって言ったところについては1メーターでいいですよ。みたいな感じですね。で、もう一つ注意点を言うと、この定めることができる場所ですね。中高層住居専用地域とか、もうこの二つ、まあ、つまり三つですよね。第一種、第二種があって、田園住居地域があって、この三つ以外の用途地域の場所っていうのは定めることできないんですね。まあ、その点はちょっと覚えておいた方がいいと思います。この制限っていうのはあくまでも低層住宅がたくさん集まるような場所においての制限なんだってことですね。もう中高層住居専用地域だったりとか、もう住居地域とか、もう住居地域とかになってくると、低層住宅だけじゃなくて、住宅以外のちょっとした工場だったりとか、カラオケボックスだったりとか、まあ、いろんなね、用途の建物が存在します。まあ、そういった場所については、この制限、
定めることできませんので、あくまでもこの2つ、3つですね。一種、二種、低層住居専用地域と、田園住居地域。この3つだけなんで、この部分はしっかり頭に入れていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。このようにイメージしながら、またポイントをしっかり押さえながら勉強したいっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。宅建試験っていうのはやっぱりイメージとかができないとなかなか頭に入ってこないんですね。単に丸暗記だけだと全然頭に入ってきませんし、また覚えてもすぐ忘れちゃいます。なので具体的なイメージだったりとか、あと理解ですね。そういったところがすごく重要になってきますんで、そういった勉強したい、一発で合格したいっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。